香港の日本が危ない。海外の和食店が風評被害に苦しんでいます。トンロー湾にある寿司天雀の料理長の大石です。マネージャーの石橋です。この度は東日本大震災で被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げます。香港では原発事故の報道により日本料理店に足を運んでくださっていた香港のお客様が激減している状況です。特にお子様のいらっしゃるご家族連れのお客様はほとんどご来店することがなくなってしまいました。当店は香港で10年間日本の味を提供し続けております。九州のお魚や食材を使ったお寿司をはじめ様々な日本料理が自慢です。香港にお越しの際は、トンロー湾にあるここ寿司天雀にぜひお立ち寄りください。よろしくお願いします。みんな一緒に頑張りましょう。